演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらチャンネル登録よろしくお願いします。ちらこちらの味噌まんじゅうと白味噌まんじゅう、2種類のお味噌のまんじゅうを食べたいと思います。味噌風味温泉まんじゅう、味噌まんじゅうじゃダメなのか、名前は。ちょっと噛みたくなりますね。ではまずそれぞれに当てていきますね。大きさは割と手頃な印象ですね。まずは味噌まんじゅうの方から当てていきましょう。はい、中はそんなにお味噌って感じじゃないですよね。で、ちょっと先に見せちゃいますね。どうしてもいつも先に食べちゃうので。さあ、急げ急げ、中の美味しさがどんどん行われていく。白味噌もこの味です。なんかお味噌が入ってるって感じじゃほんとないですよね。ではいただきます。うん、今回は黒よりも白の方に分がありますね。これはインゲンの方が強いのかな。こちらの黒あん味噌あん卵中はそこまでお味噌くるってわけではなかったですね。なので味噌の味を期待して食べてしまうとちょっと残念かもしれません。まあ、おまんじゅうとしては普通にあっさりとして美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。で、こちらの白味噌まんじゅうは黒まんじゅうよりも味噌の風味をより強く感じることができて、やっぱりあんが違うと感じ方も違うのかなって思いましたね。こちらの方が味噌の味をより強く感じることができましたので、味噌を感じたい方はこちらの白まんじゅうの方をお勧めしますね。自分も味噌を感じたいと思ってましたので、こちらの点数とさせていただきます。味噌を使ったおまんじゅう本当に美味しかったです。でもやっぱりこっちのもっと感じられる方がいいかな。こっちももうちょっと感じられるようになってほしい。夕立ちで髪が濡れるので入ろうか。果たしてどこに入るのか。まあ雨宿りの日にしたいんでしょうけど。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。